박대주의지 전 일본 참의원 의장께서 해주시도록 하겠습니다. 박대주의지 전 참의원 의장께서는 삼선 참의원 의원으로 제31대 참의원 의장을 역임했습니다. 2019년 퇴임한 후 최고위급 훈장인 동아대 수장을 수여했습니다. 특별히 2019년 한학자 총재님께서 주관하신 나고야 재팬 서밋과 월드 서밋 2020에 참석하여 귀한 축사를 해주셨습니다. 여러분, 큰 박수로 나태주이치 전 하원 의장을 모셔주시면 감사하겠습니다. ご紹介いただきました前参議院議長の伊達忠一でございます。韓国で行われましたワールドサミット2020に参加をさせていただきまして、そして光栄なことに世界各国の国家元首、政府首脳をはじめ各界各層の指導者の皆さんがご参集の中、ハン・ハクチャ総裁が御臨在壇上において私を代表としてご挨拶をさせていただきました。本当に思い出深いことでございます。感動が再び蘇ってまいりました。あの時はすでに新型コロナがもうアジアのそこまで来てるという実は時期でございまして、私が帰りまして、すぐこの韓国、日本のコロナが発生いたしました。国際が無事に開催し、そのことコロナ関係なくすることができたということでございまして、これは神様が運動とともにやはり守ってくださったことを私は感じてやります。あの時ハン・ハクチャ総裁が基調講演の中で語られた人間を中心とした利己主義により人類だけでなく美しい地球が疲弊しています。人間を中心とした理想や理念をもってしては一つになることはできません。私は宇宙の根元である創造主神様を正しく知らなければならないのですというお言葉を私は今も肝に銘じております。国家元首級の世界の要人の前に堂々と自らの信念を語られる総裁の姿に深い感銘を覚えたのでございます。このような時こそサミット会議の場で世界平和頂上連合がその役割を果たすべきであると私は存じます。これも大変時期にかなった意義深いことで私はあると思っております。今日ほど文総裁、韓総裁、ご夫妻が説いておられる共生、共栄、教義の精神が切実に必要とされる時代であろうとこう思っております。去る3月ハン・ハクチャ総裁の辞表で人類の涙を拭う平和の母の日本語訳でが出版されました。日本の数多くの政治家であるとか宗教家である、学者である、経済人が感動を表明した書評を発表しております。世界各国が互いに争い合う姿を兄弟喧嘩に例えるならば、世界はまさに今兄弟を和解する人類全体の母親のような存在を必要としているのではないでしょうか。今後もハン・ハクチャ総裁のご指導のもと、世界平和頂上連合の活動を通して世界が抱えるさまざまな問題を解決しる道が示され、世界平和に向けて力強い一歩が踏み出されることをこれより記念いたします。伊達議長、温かいご挨拶全くございます。다시한번감동적인축사해준우리나태주이치참여원의장께여러분큰박수를부탁드리겠습니다。